カイザータウラのバトルロイヤルを開発者3人でコメンタリーを当ててみよう動画。どうです。はい。ディレクターの山中です。はい。企画を担当した佐藤です。企画を担当しましたカイザータウラです。企画っつったってプレイヤーとか。そうですね。僕は企画で、プレイヤーを担当してました。はい。僕の方はルールの方を担当してました。カイザーは自分で調整したからもう全部知り尽くしててすごい強いっていう。お、今回強気のカイザーはアビリティをつけずに戦うみたいですね。でもアビリティなんてね必要ないですよ。僕の腕にかかれば。例えばね、デストロイヤーっていうアビリティをつけると、全ての通常コンボが 1.2 倍になったりしますね。まあ、そういういろんな効果のついたアビリティが、まあ、他にもたくさんある。で早速こう、標識をぶっ刺してそこでどでかい一撃を食らわすと。標識刺すのは入れたかったからね、マッドワールド的なノリを。懐かしいノリが入ってます。分かる人には分かっていただける。みんなこの今喋ってる3人はマッドワールドの時から一緒のメンバーだから。そうですね。まあ、標識以外にもドラム缶であったりとかいろんなものを掴んで投げることもできるという感じになってますね。この素晴らしいジャンプ台。1個の戦闘フィールドの中でいろんなエリアに行って戦うことができる。かなり広い作りになっている戦闘エリアですね。このロックオンカーソルが丸いやつが出てるんですけど、このロックオンをうまくかけることによってコンボとかがすごく決めやすくなったりとか、まあ、あとドラム缶とか、まあ、そういうのもすごく当てやすくなります。基本的にこいつを倒すって決めたらロックオンして戦うっていうのが基本になってくるんじゃないかなと。ただロックオンしてると他が見えないんで後ろからやられることもまあまああるかな。危険度は増しますね。でまた標識拾いましてもうどんどん突き刺していきます。この技は一応派生するんだけど、近距離とか目いっぱいこうめり込んだ形で当たらないと派生技にいかないみたいな、まあ、いくつかそういうのがキャラごとに用意されてて、それはまあすごく大ダメージが与えられる、まあ、お得な技、キラーウェポンの技っていうふうになってます。ああよし。まさか刺されると思わなかった。まあ死なないのが不思議だけどね。さっきですね、2連続キルでレベル2に今なってるので、体力ゲージとレイジゲージが増えてますね。自分が倒されると、またこれはレベル1に戻ってしまいます。ここのね、緊張感の駆け引きになってますね。ドラム缶なんかも爆発してなくなってしまっても、まあ一定数は常に補充されてるんで、で標識とかは、画面外に投げてしまったりとか、消えてしまったらまた補充されるみたいな。一定数は常にあるんで、まあ、うまく使って戦ってほしいなと。そうですね、だんだん寂しくなっていくってことはないですね。これ今1位、1位ちょうどまだ1位じゃないです。そうですね、ここ1位狙ってますね。はい、やっぱり買っていこうと思うと1位のキャラ、上位のキャラを狙っていった方が自分に対してポイントが高くなってますね。そうですね、1位のプレイヤーをキルした場合にですね、特別なポイントが入りますからね。うん、体力ゲージの横にこう王冠がついてる、1位2位3位の王冠がそれぞれデザイン違うんで、まあ、あれを狙っていくみたいな感じかな。そうですね、ただ今途中で3位になってしまったんでそのポイントが入りませんでした。うん、なかなか激しい競り合いですね。またスロット回ってる。今度こそは狙っていきます。絶対取られないです。でこれはもう殴ることでその目が出たアイテムが手に入って、今バリアというアイテムですね。これ使うと、敵からのダメージを一切無効化してくれるという特殊なアイテムになっています。投げられるけどね。投げられはします。まあ、集団の中に突っ込んでいけるっていう利点がありますね。うん、マップ使いどころだね。毒ガスとかでみんなが体力減ってる時にバリア張ってるとこう毒ガスが効かないんで、一人だけこう赤くなった、体力が赤くなって少なくなったやつを攻めまくる。敵有利な立場で戦えるようになってます。まあ、ただ相手からダメージを受けるとすぐに壊れてしまうので、その辺は注意が必要です。
もう誰か解放してる。アバリア剥げた。もうカイザーは1位になってるんで、今度狙われる立場ですね。狙われてる。狙ってます。まあここですかさず解放して解放返します。これがレイジ合戦で連打に打ち勝つと相手を相手吹っ飛ばして相手のレイジ解放を無効化することができる。あ、ロケラン狙ってる。相手の持ってるアイテムは殺すことで手に入れることができるので、もうこういう時は必死に狙います。もう奪われてしまった。ミュータンとか乱入してきました。これも AP の一種。そうですね、敵乱入、はい、プレイヤー以外の敵も出現してきます。まあ、稀にああいう敵を倒すと、まあ、ボーナス以外にアイテムが出たりとかもするっていう。敵のロケラン、これ実は弾をキャッチすることもできます。でもそのキャッチした弾で攻撃する。超金首出てる。暗殺以来か。ドルマークがついてるやつを倒す と、追加でボーナスポイントが入ります。結構でかいよね。でかいですね。あーやばい。うまく回避すればなんとかかわせるかなという感じではあるんですけど、まあ、それでも厳しいのですかさずちょっと別のエリアに逃げ込んだりとかでなんとか名を逃れたりもできます。メテオ技だね。これ高いとこから飛び降りるとすごい攻撃力を持ったメテオ技に変化します。下にたくさん人がいればあれで突っ込んでいけば一気に吹き飛ばせると、そんな戦い方もできます。ピンチが続きます。まだやります。そう、いやそろそろやばいです。ちょっと逃げ腰になってます。もうここまで来るとさすがにやばいので、もう早々に逃げます。あ、逃げた。でもちょうどいいところにコアシスが出てますんで、これはね入れば体力が徐々に自動回復していってくれて、で、まあ、非戦闘エリアということになるので攻撃とかはできなくなります。そうですね、キラウェポンゲージも回復するのします。テコツです。テコツっていう女の子に対してはちょっと弱いんです。敵が投げとか派生技とかやってるとその2人だけの空間になってるんで、他の連中はそこに介入できないっていうのも、この今やってる時は他の連中に叩かれることはない。それをうまく利用して玉になってる中からちょっと脱出したりとかっていう戦い方も、マニアックなこともできたりもします。ドラム缶を本当に赤いやつ狙ってるでしょ。もう遠くから狙う。ここでね、キルされるとポイントをこっそり持ってかれちゃいますからね。持ってかれますね。レベルも3まで上げてるんで死ぬわけにはいかない状態です。そうですね。回避自体結構、使用してますけども、一応連続で3回やってしまうと3回やった後は隙だらけになってしまうので、うまく途中で回避をやめてちょっと間を空けてからまた回避するっていうテクニックを実はこの動画の中では使ってます。3回目で硬直するの？硬直します。こうね、最初にやった人がボコボコにされてびっくりするかもしれないですね。そういうのとかよく使ってる全方位攻撃っていうのあるの、今これマチルダ使ってるやつとか、こういうのをうまく使わないとずっとはめ続けられることもあるので。そうですね。ただこればっかり使ってると回避で言えば隙ができたり、まあ、全方位攻撃は体力を使用して、使う技になるので本当に使いどころが重要になります。ここで弾道ミサイルが発射。この AT の、演出動画、演出ムービーみたいなやつは、オプションの設定でいろいろ変えれて、フルで見たい人はフルで、まあ、戦闘止められたくないんであれば、オプションの方で変えてもらえれば、ホストだけ、そうですね、そのホストのところに入ると、まあ、AT のメビューはコントロールされてるみたいな形になります。弾道ミサイルは
いろんなエリアにミサイルが発射されて、それが一定時間で爆発するという LT になってますね。右側にカウントが出てます。青い脱出マークみたいなやつ、あれに向かって逃げてください。あそこが安全地帯、ミサイルがない場所、安全じゃなかったところはあんな感じ大惨事です。基本その一発使用するようなものっていうのはすごく少なくて、ある程度ダメージを奪って、やっぱり最後はこの拳と拳で戦って決着をつけてもらうみたいな。 ET はあくまでもそれで、戦闘を消してしまうようなものではない。そうですね、解放でどんどんキルを稼いでますね。生まれたところでタイム、なんとか死なずにゲームを終えることができました。ゼロデスです。うん、まあ立ち回り方を頑張ればこうして死なずに最後まで一応キープすることもできる。あとそれぞれのプレイヤーのやったことによってこのように、リザルトで評価のポイントが入っていきます。まあ、見るの軽い人はこうバンバン飛ばしてもらえば大丈夫です。結果的に、みんな同じ点数が入って同じ結果になることは変わりないんで。お、タルか、さすがカイザー、さすがカイザー。まあこれぐらいは朝飯前ですもうね、ゲーム発売直後は負けなしですね、カイザーはね。すぐ抜かれるでしょうか徐々に衰えつつはあるとは思うんですけどはい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。